はい。じゃあ今回はこちらの方ですね。まあ黒焦げになっている軽自動車横転をしてガードパイプ投げ倒してという状況。まあ皆さんもね、この事故の方は覚えてると思うんですけれども。 まあ、炎上しておりましたよね。まあ、こちら、見ての通り、母親と娘が亡くなっていて、27歳母親、酒気帯びという状況だったんですよね。まあ、これがですね、まあ、書類送検をされたというニュースがあったんですが、まあ、そもそもお子さんというのは、罪もなく、完全なる被害者というような状況、まあ、散乱しておりますよね。これ、社外に投げ出されたというのがお子さんなんですけれども、 まあこういう状況っていうのは、まあ稀なのかなと皆さん思いがちなんですが、まあ実際にはですね、こんな感じの事故ってあります。例えばこんなのとか、まあ例えばこんなのとか、まあそういうところをですね、まあちょっとやらかし系というのをですね、集めてみました。まあ今回ですね、こちら。軽乗用車がガードパイプに衝突し、母子二人死亡、手記帯などで母親を書類送検、愛知のハンダの方ですね。 今年の5月に軽乗用車がガードパイプに衝突し、母子2人が死亡した事故で、運転していた母親が、酒気帯運転などの疑いで書類送検ということ。これが5月3日の午前2時頃に、愛知県半田市の市道で、軽乗用車がガードパイプに衝突し、炎上し、運転していた27歳の母親と、車外に投げ出された2歳の娘が死亡。 母親は事故を起こす直前、その場にいた夫とトラブルになっていたと見られ、二人は飲酒をしていたということです。警察は27歳の母親は過失運転致傷と酒気帯び運転の疑いで被疑者死亡のまま書類送検。この事故では死亡した母親と2歳の娘の他に4歳の娘も乗っていたが、命に別条はなかったということ。まあ家族4人という状況なんですよね。 で、別記事の方、こちらの方を見ると、軽乗用車にはチャイルドシートが取り付けられておらず、死亡した2歳の娘は事故の衝撃で車の外に投げ出されていました。ということですよね。軽自動車で娘2人、で、もう1人4歳。で、チャイルドシートはない。だから2歳も4歳もどちらもチャイルドシートなし。というような。 まあ本当にかわいそうなお子さんですよね。まあ親は選べない。いわゆる親ガチャと言われるものがそのままズバリという状況ですよね。この事故の場所なんですけれども、こういうとこですね。ちょうどここにラーメン一国道があるんですが、その信号下、ここですね。ここの部分にガードパイプがあります。ここに猛スピードで突っ込んでいった。だから、ここをバーっとこう、ちょっと坂なんですが、そこをずっと下ってきて、そのままま真っ直ぐ。 すぐ突き抜けていって、ここにぶつかったってことなんですよね。だから、ここに突き刺さっております。ここに突き刺さって、これをなぎ倒して横転。それがこういう状態なんですよね。場所としては。なんかもう散乱しておりますけれども、ちょっとラーメンがありますよね。もう標識なんかもなぎ倒している。もう速度の凄さがよくわかるかなと思います。まあ、どういう状況でこんな速度を出したのかというところはちょっと不思議な感じではあるんですけれども、 家族4人で食事かなんかをしているっていう状況でお父さんもお母さんもどちらとも、まあ、酒を飲んでいたと。で、まあ、帰りという状況のところで口論になり父親は車から降りたと。そしたらいきなり母親と子供2人乗せたこの軽自動車というのが、まあ、そのまま暴走するような形で交差点内突っ込んでいってガードパイプに思いっきりぶつかったという状況なんですよね。 まあ何が何がしたかったのかというところはちょっと定かではないんですけれども、まあ、子供が本当にかわいそうという状況になります、まあ、他にもですね同じようなケースというのもあるんですけれども例えばこちらですねこちらの方というのは2023年のものなんですが 子供を3人乗せた母親が酒気帯び運転で現行犯の逮捕。アルコール残っていないと否認をしている。酒を飲んで車を運転したとして岡山南署の方は岡山県倉敷の無職の女44歳を道路交通法違反、酒気帯び運転の容疑で現行犯で逮捕。追突事故がきっかけで発覚。女は3歳から6歳の子供3人を乗せて運転をしていたが、 相手の車3人乗りを含めて怪我人はなかった。まあ合計で、この女も入れると7人ってことですよね。女は21日の午後4時頃4時、夕方4時ですからね。指揮を帯びた状態で乗用車を運転した疑いで調べに対しアルコールが残っていないと思って運転をした。女が運転する車というのが信号待ちで停車していた軽乗用車に追突。女の110番で駆けつけた同署員が調べたところ、呼期から基準値を超えるアルコール分が検出された。 だから、女は自分で警察に電話してるっていう状況を考えると、本当にアルコールがないと思ってるぐらい酔っ払ってたのかもしれないですよね。だって、基準値を超えるアルコールが出ていたら、まあ、基本的にわかると思うんですけれどもね。だから、わかんない状態というのは、午後4時でそんなにアルコールがあるっていうのは、まあ、前日のアルコールではないですよね。まあ、明らかに、まあ、日中も飲んでいたんではないかなと。まあ、子供が不便でならないっていう状況だと思います。そして、まだあるんですが、 こちらの方はですね、もっと悪質というかね、まあ、とんでもない母親なんですが、母親がですね、18歳の息子の酒気帯び運転ほう助の疑い、 まあ、高齢夫婦死亡事故というのがあった。これ2021年なんですけれども、こちらの方というのは、軽乗用車に乗っていた高齢夫婦が死亡したという事故で、衝突をした無職少年の乗用車に同乗していた高校生の少年18歳が、まあ、道路交通法違反の疑いで書類送検され、 運転していた少年の母親で無職の女、52歳というのを同法の違反、この式帯運転法上と道路運送車両法の無車検運転法上の疑いで書類送検なんですよね。高校生の少年の書類送検の容疑というのが、ちょっとわかりにくい表現になるんですけれども、運転してたのは無職の少年が運転しております。同情していたのは高校生の少年で、 この母親というのは運転をしていた無職の少年の母親です。無職の少年というのが事故を起こした際に無職の少年が無免許で酒気帯び運転をしていると知りながら車に乗せてもらった疑いがあるのが高校生の少年です。で、この無職の少年、運転していた少年の母親は自分の息子が無免許で酒気帯び運転すると知りながら 無車権の車のバッテリー充電を手伝ってガソリン代を渡すなどして運転を幇助した疑いということなんですよね。その車というのが、まあ先ほど見ていただたこちらなんですよね。まあおそらくこれアリストなのかなとは思うんですけれども、まあすごい派手にやってる状態ですよね。 まあ、これ裁判になってるんですが、まあ裁判の結果がちょっとですね、見つからないのでわからないんですけれども、これ起訴になったという状況の裁判後半なんですよね。後半のとこはね、若干出ております。記事として。ここの部分で、 初公判というのが東京地裁で開かれた。で、少年の方、運転していた無職の少年には誤りがありませんと基礎事実は認めていて、検察側は少年が当日、冠ハ杯など6本と水割り2杯を飲み、事故直前にも飲酒しながら運転していた。18歳ですからね。 基礎上によると少年は2月の7日の午後4時頃に国道183号で酒を飲んだ状態で車検切れの乗用車を運転し対抗してきた軽乗用車に衝突をして乗っていた80歳の女性と85歳の男性を死なせたとされる。検察側の冒頭陳述によると少年は寝起きに 350ml 入り缶中杯を飲んだ後母親と 店でウイスキーなどを購入し、4時間にわたって水割りを飲んでいた。まあ、どういう親子なんだって話なんですけれども、少年はその後友人を乗せ、この友人を乗せの前にあったのが、要するにここで無車券でバッテリーが切れてるので、バッテリーを充電してガソリン代を渡すというようなことを、要するにここの前にやってるわけですね。この後にそれをやってから、 友人を乗せて高速道路などを走り、頭がふらつき、足がもつれていることを認識しながら、友人が申し出た交代を、まあ、友人が申し出たっていうのも、まあ、18歳の高校生、免許を持ってたかもしれないんですが、だからここの部分というので、無免許、主教日運転同乗ということで、まあ、この少年が免許を持っていたのかどうかっていうのは定かではないんですよね。運転はしておりませんので、交代を申し出るというのもちょっとおかしな話ではあるんですよね。 で、途中で購入した缶ビールを飲みながら運転を続けた。まあ、むちゃくちゃなんですよね。で、事故の直後、少年の時から基準値の3倍を超えるアルコールが検出。検察側は運転操作が困難な状態だったと主張。母親というのは道路交通法違反の法助の容疑で書類送検をされていて、検察側は母親が運転前の少年に 警察に捕まるから走るなら人目につかない山の方に行きなさいと指示していたことを説明したと。まあ無茶苦茶ですよね。やってることというのが。だってここの部分、缶ハ杯とかこう飲んでるんですが、まず朝起きて 350ml の缶ハ杯を飲んで、母親と一緒に店でウイスキーを買って、まあ一緒にだと思うんですが、4時間にわたって水割りなどを飲んで、そして、 車検切れの車しかないのでということで、そのバッテリーが上がってるからバッテリーの充電をしながら、そしてガソリン代を渡して、走るんだったら人目のつかない山の方に行きなさいよと言って、その少年というのは友達の高校生を乗せ、 で、途中で購入した缶ビールを飲みながら高速道路を運転をしたっていうようなこと。まあ、もう本当にすごいですよね。まあ、これは本当にその幼女の方が読み上げた今日の長書の方では殺人事件だというふうに書いてありますが、ま,あ、まさしく殺人ではあると思うんですよね、まあ。実際にちょっとね、この裁判の中身がね、わからないのでどういう結果になったのかっていうのは出てこないんですけれども、わ、まあ、かればね、またちょっとお伝えしたいかなというような感じには思います。 で、もう一個あるんですよね。それがね、こちらの方で。これ2014年でちょっと古いんですが、母親が飲酒運転か車横転し、長男渋滞というのが、まあ、熊本の方でありました。これ2014年の9月の4日に熊本の方で母親と子供3人が乗った車が横転する事故があって、長男が意識不明の渋滞で他の3人も怪我をした。運転していた母親からは基準値の4倍に当たるアルコールが検出をされた。 午後10時半頃に熊本の方で看護師の女性34歳が運転する軽ワゴン車というのが、ちょうど脇の水田に転落をし、数十メートル先の斜面に衝突をして横転をした。まあ相当速度出てたってことですよね。この事故で車に同乗していた女性の子供3人のうち、長男と長女の2人が車外に投げ出され、まあ車外に投げ出されるということはシートベルトもしてないと。 で、長男が意識不明の重体となり、他の三人は軽い怪我。長女は投げ出されたけれども、まあ、水田だったので、まあ、軽い怪我で済んだんでしょうね。まあ、6歳という状況は、チャイルドシート。まあ、小学校に入っていると、まあ、着用義務はなくなってきて、まあ、ジュニアシートとかを使うっていう状況ですが、まあ、そもそもこういう親がシートベルトを子供にさせるのかっていう話ですよね。 で、女性の呼気からは基準の4倍にあたる1リットルあたり0.6ミリグラムのアルコールが検出をされております。女性というのは、その日、会合で酒を飲み、夫が子供3人とともに迎えに行って帰宅する途中に夫婦喧嘩となり、女性が夫をその場に残して車を運転したということで、警察は飲酒運転の疑いで調べる方針。まあ、これ、家の環境がわかりますよね。だから、まあ、 この女の人、看護師の女性ですよね。看護師の女性というのが、まあ、この家族の中では天下っていうところですよね。会合があったのは、介護士の女性側の方の会合で、酒を飲んだので、夫に迎えに来てもらったと。夫は子供3人を乗せて迎えに行ったんですよね。 で、その帰宅の途中に夫婦喧嘩になった。まあ、夫の方がおそらく飲みすぎなんじゃないのみたいな話をしたら、まあ、切れたっていうことですよね。それで喧嘩になって、女性は夫をその場に残して、降りろみたいな話になったのか、まあ、降りるわってなったのかわかりませんが、まあ、その場に残して車を運転した。だから、まあ、どのぐらいの位置で降ろしてから、まあ、事故までってなってるのかわかりませんよね。降ろして即やったのか。だから最初の事故っていう状況ですよね。 まあ、こちらの方っていうのは、降りて、まあ、すぐぐらいだったと思うんですけれども、だから、こちらの方というのも同じような形で、喧嘩になって、夫が車から降りた後に、子供を乗せた状態で、母親というのが、まあ、暴走して、まあ、水田に転落をしていった、というようなことなんですよね。だから、やってることっていうのは基本的に、まあ、こちらの方というのと、まあ、こちらの方は同じ。で、水田にひっくり返ったという車は、これ。 まあここら辺が、まあ、ぶつかっていますが、まあ、そんなに広くなってないんですよね。だから、この状態で子供が社外に出るっていうことは、まあ、明らかに、まあ、シートベルトしてなかったよっていうのは見えますよね。だから、まあ、これが、まあ、母親っていうことですよね。まあ、いわゆる親ガチャですよね。まあ、こういう状態っていうのは、まあ、子は親を選べないっていう状態にはなってきます。まあ、こちらの方も、まあ、そういう感じで育てていったので、まあ、子供もそんな感じになっていったっていうようなことですよね。 まあ、こちらの方というのも、まあ、そのまま育っていくと、この3人の子供というのも、まあ、こんな感じになるのかなというような気がしますよね。まあ、やはりこういう親っていうのが、まあ、実際にいる。まあ、酒を飲んで運転をする。まあ、それでしかも子供も一緒に乗せて運転をする。しかもこのケースと、まあ、先ほどのケースは、夫婦喧嘩の末、結局子供を犠牲になるような状況ですよね。 まあ本当に立ちが悪いというかね、まあこんな人たち、こんな家族もあるんだなという。まあ皆さんもね、こういうこと、まあ起こらないとは思いますけれども、まあ喧嘩っ早いとか酒を飲むとね、すぐに切れるというような人もいますので、やはりね、酒は飲んでも飲まれるなというような言葉がある通り、酒はね、ほどほどにたしなむ程度という状況、そして外で酒を飲むなということなんですよね。まあ飲むなら家で飲んで、それからは家から出るなよという いうようなことまあそういうところだけはね気をつけていただきたいまあ、周りにね迷惑をかけてまあ、命を奪うようなそういう行動だけはねしないようにしていただきたいかなと思います最後まで動画ご視聴ありがとうございましたよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします